こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。はい。はい。はい、うん。今日は私の大好きな打ち合わせと違う綺麗めの、ね、洋服に合うハーフアッパーアレンジを今日はちょっとやってみます、はい、それをさっき言ってって言ったそっちを、ね、はい、はい、もう言って、はいはい、で、私は得意とするスカーフアレンジはめるね、まあ、スカーフアレンジね、はい、いや、まあ違いますけど、はい、うん、まあ、今年スカーフもそうですけど、うん、ワンピースも流行るので春がね、はい、うん、なのでワンピースに合うっていうスカーフアレンジを、うん、今日はやってみました、まあ、簡単にね、はい、できる、ね、簡単に、まあ、綺麗めな洋服でもできるってことやな、まあ、そうです、はい、ですので皆さん、まあ、ワンピース着る方、綺麗めな洋服着る方、はい、まあ、簡単にできるハーフアッパーアレンジなんで、はい、ね、参考にしてみてください、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。じゃあ振りを、それでは動画スタートまず巻いてる状態からリネイのオイルをつけていきます。このくらい出して手になじませて毛先につけていきます。毛先につけたら表面にもつけていきます。このくらいツヤが出ると OK です。トップから後頭部までの髪の毛を取り分けます。このくらいです。これをゴムでまとめていきます。ゴムの部分を持ちながら少しトップにボリュームを出していきます。ゴムよりも少し上の部分で少し空洞を開けてここにスカーフを通していきます。サイドの毛を持って後ろに持っていきます。スカーフの上でゴムで結んでいきます。結んだ毛をくるりんぱしていきます。ゴムの部分を持ちながら2箇所ほぐしていきます。スカーフをくるりんぱしたゴムの上で結んでいきます。2回結びます。顔周りのこめかみの部分を3ミリくらい下ろしてコテ32ミリで外巻きに中間から毛先に向かって巻いていきます。反対側も同様にとってコテで外巻きに巻いていきます。ハーフアップでも簡単にできるスカーフアレンジですので、よかったらやってみてください。